こんにちは、カブパパです。ここはですね、予告した通り、尾瀬の三池駐車場です。時間は10時10分前、9時50分ですね。ここからですね、沼山峠までバスで行って、休憩所からですね、約1時間ちょいで、尾瀬沼ヒュッテまで歩いていきます。そんな感じで、尾瀬沼キャンプしていきたいと思います。これはね、前回、去年と一緒で、アルパインザックのですね、50リッターだと思うんだよね。これパンパンです。あと、買うまま、40リッターかな。夏のキャンプなんで、大体こんな感じですかね。じゃあ、行ってきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、わーお。出発して15分ぐらいですかね、沼山峠越えて下りになりました。あとはずっと下るだけなんで結構早いですね。この道はね、もう幼い頃家族で何回も通ったし、今もこうしてね、カブママと一緒に来てますね。本当にもう何回通ったか分かんないっていう道です。これはね、鹿の罠があるんですね。おー、来た。はい、はい、出ました。11時1分はい、大江湿原です。これなんだ、これ有名なやつだよね。ね、有名ななんとかそうだね。うん、有名ななんとかそう。うん、草もみじ、すごいね。こう、だいたい草もみじがね、始まってきてますね。もうお盆過ぎれば、もう尾瀬はね、秋に入っちゃうんで、空も、もう秋の空になってますね。はい、遠くにね、尾瀬沼が見えてきました。今日は天気がいいからね、尾瀬沼の水もものすごく青いですね。尾瀬沼がだんだん近くなってきましたね。
けうどん、学名お化けうどん。いやー、風もね冷たくて気持ちいいですね。はい、あれ彫像小屋ですね。お出沼ひくっても見えてきましたね。あそこが分岐になります。はい、はい、ここ彫像小屋の売店です。ここのねアイスコーヒーがうまいんだよね。さーっと来た。はい、とりあえずリュックを下ろしましょう。あ、懐かしいね。1年ぶりですね。ちょうど1年ぶり。ね、去年よりも天気いいね、だいぶ。はい、すみません。去年と同じとこだな。すごいな、満杯だな今日は。はい、それではですね、数年前、多分 4,5 年前に火事で焼けちゃったあのぬしりの小屋ですね。ぬしりの小屋っていうのはですね、小瀬沼のちょっとここの対岸なんですけど、まあ、そこが再建されたという、まあ、そんなニュースを聞いたんで、ぬしりまでハイキングをしていきたいと思います。
もうね2時10分近いですけど、もうこの時間帯も尾瀬に向かって来る方がかなりいらっしゃいますね。こんにちは。うわいい天気。うわ日打ちが、これはまた素敵だな。素敵だね。なんか言われあるんだよね。結構な言われだよねこれ。うん、そうだ。去年話聞いたんだ。今年もああいうのやるといいのに。はい、この分岐がね、こっち来るとぬしり、こっち来ると長栄振動で、去年降りてきたね、ここね。長かったね。長かった。3時間ちょっとかかっちゃったかな。まあ要は日内からの降り口になりますね。非常に退屈な単調というか、はい、ここはアザミ湿原ですね。うん、ここはね、俺大好きなの。こっから見る日打ちもいいですね。いや綺麗だね。あのテントを張った場所はね、この向こうになります。このずっと向こうになりますね。この辺はね、正式名称かどうかわかんないですけど、御出しって呼ばれてるとこですね。この御出しはね、あのアップダウンがあって非常にいい運動になります。はい、この川はね、御出し川っていう、ほら、あ、魚が泳いでるね、綺麗だね。ね、ちょっと流れてないんだけどねうん、あ、開けた。はい、ぬしりの平らに来ましたね。あのあれですね、ぬしりの小屋が復活されてますね。まあ、復活というかバリバリに新しくなって、屋根にはソーラーパネルかな、まあ、今風の小屋になってますね。いやちょっと楽しみだな。はい、こっち側はご存知
ね、こっち行くとね、あの日内に登るなでくぼですね、あのくぼになってるとこ、あそこ上がっていくんですね。悪路です、はっきり言うと。ここまっすぐ行くと見晴らしですね。でこっちにですね、いや復活されてますね、むしりの小屋。しかも思いっきり今風の作りになっちゃって、非常にあの喜ばしい限りですね。おお、おお、なるほど。まあ元の位置に合わせ立てたって感じですね。どれどれ。よいしょ。おお、こんな感じなんだ。自販機と軽食。昔はね、あのあそこから向こうの彫像小屋からね、物資を運んでたんですね。誰もいないぞ。うん。暑いなら、いちごのプレートが記念に、昔は、大福餅なんてやってたんですけどね、コーヒーのね。それが今できてないんでね、いちごのクレープぐらいだったら。じゃあそれください。はい、こんな感じで冷たい。あ、はいはい、じゃあそれで。はい、小屋も再建されたことですし、まあ、美味しいクレープも食ったんで、じゃあ、この対岸のね、天場まで戻りたいと思います。